テレビ東京の人気旅番組ローカル路線バス乗り継ぎの旅が女性さん人によるローカル路線バス乗り継ぎの旅 W となって帰ってきた赤子玉尾三船美香40桃色クローバー G の高切れに30の3人が3泊4日の日程でゴールを目指していく。赤江は自身がパーソナリティを務めるラジオ内でバス旅シリーズと出演した田川陽介のファンであることを公言していた。女性でバス旅が好きとか興味があると言っていただける方はなかなかいないので、と白羽の矢を立てた。赤江は初回の放送でも最年長のまとめ役として活躍。